綺麗ですね。え？突然何を？え？何って夕日が綺麗ですねって。いやそういう意味じゃなくて、いやそういう意味でもあって、僕は何を失言をじゃなくて、あえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝えるチャンスにつなげられたのに。もういい。確かにこの夕日は美しいからな。先輩、でも先輩もすごく綺麗です。そのブラックロータスとしての姿も、現実の先輩も。ありがとう。我々はニューロリンカーでグローバルネットに接続することによってプレイできる、とあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた。我々のレギオン、メガネビラスは、白のレギオン、オシラトリユニバース、そして、加速研究会との戦いに備え、仲間たちと共に英気を養い、着々と準備を進めていたのだ。そんな時、ある噂が耳に入る。我々のダイブする世界の上空に正体不明の大きな影が浮かんでいると、街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られるその VR 世界では、フィールドにある全てのオブジェクトに元となる現実のモチーフが存在する。その影が本物だというなら、浮遊大陸のようなものが現実に存在することになる。そんなわけはないと半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たちは噂の真相を確かめに行ったのだ。さて、そろそろレイカーたちも我々の残したメッセージに気づいている頃かな。みんなもきっと後から追ってきてくれますよね。我々が戻ってこられないようならな。はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい、その先へ進みたいと願うのは君の得意技じゃないか。確かにそうですね。僕確かに地上からあのどでかい影を見た時、すごくワクワクしたんです。まるでおとぎ話で見た天空の大陸がこの世界にもついに現れたんじゃないかって。普通のバーストリンカーがあの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのがスカイレイカー、そしてシルバークロー、君だ。行けるのはそう僕たちだけ。そうだ、ならばこそ行こう、シルバークロー。我々は黒のレギオン、まだ見たこともない場所へと加速し、たどり着いてみせる者たちだ。はい、我が王ブラックロータス。先輩、影が見えてきました。なんと巨大な。この先に何が待っているのか。よし、クロー、突入だ。くれぐれも私を離さないでくれよ。はい、もちろんです。これは雷。
目覚めたようですね。あなたは？私の名はペルソナ・バベル。あなたたちの言うところの NPC です。 NPC？ あなたのような容姿の NPC は見たことがないな。それはこの世界があなたの元いた世界とは異なるためです。ここはアルブヘイム・オンライン、通称ALO。 あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通り、この世界へと足を踏み入れたのです。アルブヘイム・オンライン、あの影は新エリアへの入り口だったということか。はい、そういうことになります。そうだ、シルバークローはバベル、私の連れを知らないか？同行者とははぐれてしまったようですね。即答だと逆に疑わしいな。どうしてそこまで把握している？ナビゲート中とでもお考えください。なるほど。この世界の NPC でナビキャラのお前が地上に落下した私を解放したということか？そうです。目的は？ NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のこと。ナビキャラならなおさらでしょ？どうだろうな。私の知る限り NPC がプレイヤーに接触してくるのはクエスト開始の合図、つまりは何かの依頼が始まる起点だ。話が早くて助かります。実は私を狙った2人の妖精 NPC が今ここに向かってきています。どうか彼らから私をお守りください。妖精？はい、 ALO とは妖精たちが住む世界、それを体現した VRMMO なのです。アルブヘイム、確か神話の妖精の世界の名だったな。妖精たちはどうしてお前を襲う？私は魔女として妖精界を追放されました。おそらくはその追っ手かと。確かに妖精には見えないな。魔女ということも濡れ衣だと。どうでしょう、少なくとも私はこれまで誰かに迷惑をかけたことはありません。願いを叶えてくれたなら私から同行者の居場所もお伝えします。私をお守りください。正直お前は信用できない。NPC と言っている割に応対が柔軟すぎるからだ。怖いくらいに流暢な会話だったからな。むしろ NPC だと偽装したプレイヤーなのではという気すらしてくる。だがこれがゲームのクエストだというなら受けないわけにもいくまい。クローの居場所も知りたいしな。だからもし今の言葉に偽りがあることが判明した際は覚悟。この全身の刃がお前の体を切り刻むことになるだろう。はい、それで構いません。刻意の妖精と蒼白の妖精、あの二人。はい、分かった。相手をしてくる。お願いします。
やはり本物は厄介だ。別の仮想世界。君はそこからやってきたのか。そうだ。それってコンバートってこと？いや、違うようだぞ。コンバートはゲーム内のチュートリアルにのっとって行われるが、今の話を聞く限り、アバターはそのままで、その空の影とやらを通り、コンバート作業なしに来たみたいだからな。表現としてはそれで正しいな。ちょっと待って、あなたがやってきた VRMMO ってなんて名前なの？まずはそれを教えてよ。確かに同じザ・シードで作られた VRMMO からやってきたならあながちありえないことでもないかもしれない。それは言えない。え？それを言うことは我々にとってある致命的な弱点を引き起こすことになる。弱点？そうだ。その言い方だと俺たちを 100% は信じていないんだな。すまない。いや、それはお互い様だ。今はとにかく状況把握に努めよう。あの女はプレイヤーなのか NPC なのかすらわからないが、 GM 権限をも彷彿させるような特別な力を持っているらしい。ロッタ、君が利用されたことに違いはないが、おそらくは遅かれ早かれユイはあの場で封印されていただろう。結果は変わらなかったはずだよ。キリト。で、どうやってユイちゃんを助け出すかだが。デイモンで行ける場所は限られてるんだよね。システムでロックされているのか、バベルとやらの仕業なのかは分かんないけど。それを調べて解除しないと、その塔まで行けないってことか。あと、塔の前に超強力なモンスターがいるんでしょ？そうだ。あの強さは旧 SAO のフロアボスを思い出させるほどだ。本来なら強力なプレイヤーを集めてレイドでも組んで戦略を練りたいところだが、何せ俺たちには時間がない。まだ ALO に残っている仲間たちを集めてあのモンスターとの再戦に向かおう。そうだね。それが今できる最善だと思う。そうとくればまずは仲間探しだな。私もできる限り協力しよう。SAO に ALO か。